元老院でカティリナを攻撃するキケロチェーザレマッカリが現存する、帝政ローマ期の元老院議事堂である、フォルムロマヌムのクリアユリア元老院は、古代ローマの統治機関。共和制時代では、元老院は、建前上執政官の諮問機関であったが、名簿家や現職及び、現職の養殖者のほとんどを議員とし、また名簿家は、多数のクリエンテスを抱えることにより、立法機関である。 市民集会に多大な影響を与えていたため、その実態は外交、財政などの決定権を掌握する実質的な統治機関であった。ローマを指す言葉に SPQR があるが、これはサネタス・パプルスキ・ロマーヌスの略である。元老院議員は過去に会計検査官を務めた人物を対象に、監察官が検討した上で決められていた。例外として、 ご民間を経験した平民は自動的に議員になれた。新たに元老院議員となる場合、過去に議員を輩出した家系の出身者であることが有利に働いた。ただしノビレスの方が有利とは言っても、ノビレスであれば自動的に議員になれるわけでもなく、ましてや世襲によってその身分が継承されることもなかった。議員の多数を占めるノビレスは、 ノブレス・オブ・リージュの精神の体現者という側面が強く、そのため戦場に赴くことを厭わず、そこで戦死する者も,も多かった。加えて、古代ゆえに、各議員の寿命は短く、また職を担えないほどに老衰した際は、自ら身を引く者も,も多かった。そのため、元老院議員の身分は終身であるにもかかわらず、議員の新陳代謝は十分に機能していた。 ローマで養殖を目指す者は、成人から約10年にわたる、軍隊経験が必須とされていた。元老院議員になった者も、例外ではなく、裏を返せば、元老院は、軍事及び国政に関する経験や見識を備えた、エリートの集団であったといえる。終身制であるがゆえに一度議員になればその身分を、失う不安はなく、そのため、各議員には、長期的視点に立って、 ローマの方向性を示すことが期待された。ローマは民主共和制社会であり、執政官の選出、法律の制定など重要事項は市民集会により決定される。元老院は単なる諮問機関であり、権力は持たない。だが実際には、元老院はその権威により政治を主導し、実質は貴族共和制、過藤制国家であったとされる。 内乱の一世紀元老院主導の政治体制は、ローマが単なる都市国家、あるいは都市国家連合の長であった頃はうまく機能していた。その頃の元老院議員イコールローマ貴族は、貴族といえど単なる地域の有力者に過ぎず、言ってみれば面倒見の良いものというに過ぎず、ノブレスオブリージュによる義務を果たすことを求められる存在であった。特に、ポエニ戦争では、 その機能を従前に発揮した。しかしローマが地中海全域を勢力圏とする大国になるにつれ、ラティフンディウムの普及により、貧富の差が拡大し、元老院議員イコールローマ貴族は、特権にあぐらをかき、尻私欲を優先する存在となった。議員の質は低下し、体制も硬直化していった。特に属州総督の地位を利用しての蓄財は、 共和制を通じての問題であり続けた。ただ、多くのローマ貴族は、パトロネスとして、大勢のクリエンテスを保護する立場であり、面倒見の良いものであり続けた。かつてローマが、都市国家である当時は、ほとんどの構成員が、ローマ貴族イコールパトロネスに保護されるクリエンテス、であったのが、ローマという国家が拡大するにつれて、ごく一部の身内だけの保護者になってしまい、結果として、 ローマ貴族が、尻死欲を優先するようになったという見方もできる。そのような状況で、グラックス兄弟は、ローマの抱える問題を見抜き、その改革に着手したが、五民間の立場の弱さゆえに失敗する。そこから、言動インパと民衆派の争い、内乱の一世紀の幕が開ける。その中で、グラックス兄弟の失敗を踏まえ、武力を有し、 独裁官の立場で改革に当たったのが、ルキウス・コルネリウス・スリッタとガイウス・ユリウス・カイサルである。スーッターは、元老院体制を手直しし、建前上は単なる諮問機関であった、元老院に実質的な権限を付与し、その存続を図った。さらに定員を、それまでの300から600に倍増させた。騎士階級などの進興有力者を新たに元老院に取り込んだが、 定員が増えることで、議論百室の末に結論が出ない、といった弊害も悪化した。そして、カエサルは、元老院体制の打倒と新体制の樹立を目指し、カエサル暗殺後は、後継者のオクタビアヌスによって訂正が完成した。訂正時代になると、元老院は、次第に、皇帝の統治に組み込まれていき、その地位は低下していった。また、軍団勤務の義務も緩くなっていった。 それでも後検定時代までは、元首である皇帝の正当性、後継者を承認する機関として重要であり、皇帝の発した直令も、高級法制化するには、元老院の議決を必要とした。そして、軍団叩き上げの人物でも政務に関わらせるために、皇帝の推挙によって、元老院の議席を得たりした。トライアヌスなどの皇帝たちも、元老院の権威を尊重しながら、 統治を行った。また、帝国の属州総督も半数は、元老院に任命権があった。元老院が総督を任命する、元老院属州は、皇帝が総督を任命する、皇帝属州より、統治が容易で経済力もある、地域であり、元老院はいわば実利を握る立場であった。しかし、続く、軍人皇帝時代になって、帝国各地の軍団が勝手に皇帝を、 擁立するようになると、定位の承認機関としての地位も失われ、ローマ氏の死三次会程度の役割しか果たせなくなっていった。また、皇帝、ガリエノスの時代に元老院を軍務から締め出す法を可決したことで、軍務と政務のバランスの取れた人材を排出する手段も立たれた。一方で、皇帝がローマ氏から離れたことで、イタリア本土やアフリカでの元老院の影響力は、 むしろ増大した。また、イルリア出身の子想生が定かでない軍人上がりの皇帝たちは、元老院との利害関係を持たず、元老院に関する問題については、軍に随行していた元老院議員や、元老院からの施設団の意見が通りやすくなったと想像される。元老院が、 軍事からは締め出されていったのは確かであるが、政治的立場は従来とは異なる形で向上し、クラウディウス・ゴティクスやタキトゥス、プロブスに見られる元老院への敬意は、こうした歴史的事情を反映しているとも考えられる。見方を変えれば、皇帝の地位が単なる軍事司令官に低下し、政治は元老院が主催する体制になったと言える。その後ディオクレティアヌスが、 軍人皇帝時代を終焉させ、先制君主制に移行すると、再び皇帝の地位と権威は向上し、元老院の地位は低下した。ディオクレティアヌスは属州を再分割し、属州総督の権力を削減し、強固な官僚支配体制を確立したが、それは今まで半数の総督任命権を持っていた元老院の権力削減でもあった。コンスタンティヌス一世は、 自身もイルリア出身でありながら、元老院議員の再登用を進める。マクセンティウスを破り、イタリアの支配者となった312年から326年までの間に次第に増員し、600名から2000名にまで拡大した。編入されたのは、主に岸見文公館と都市三次会員層である。なお、この元老院拡充過程で、岸見文は、 その固有の感触や称号を喪失し、身分としての特徴を失っていった。ローマ元老院は476年に西ローマ皇帝の地位が廃止された以降にも存続した。東ローマ皇帝の大官としてイタリアを統治したオドアケルやオドアケルを滅ぼしたテオドリックのもとで元老院は貨幣の中造権を取り戻し、 ローマ市の人口が40万人ほどにまで回復したこともあって帝国におけるローマ元老院の権威は一時的に回復することになった。しかし6世紀になると東ローマ皇帝ユスティニアヌス一世が西ローマ帝国における皇帝権威の回復事業によってローマ市を大きく荒廃させてしまい人口も激減多くの建物やモニュメントが打ち捨てられて廃墟と化し政治 経済の中心地であったホロロマーノは土砂の下へと渦漏れてしまったほどであった。さらに554年のユスキニアヌス一世による国事証書によって共生権の一部が元老院からローマ教皇庁へと移されたこともあり、これ以降、ローマ元老院の政治的重要性は大きく低下していった。ローマ元老院の存続は、以後も例えば9世紀のローマ教皇セルギウス2世の 知性などに確認できるものの、その組織的な政治活動を確認できるのは7世紀、初頭の東ローマ皇帝フォーカスの知性までとなっている。教皇庁へ与えられた行政権は1143年に市民放棄によってローマ元老院へと返還されるが、返還当時に古代から続いていた元老院下系はわずか50夜ほどで、12世紀末まで、 元老院議員としての活動を続けていたのは元老院の第一人者でもあるローマ市長官だけだった。330年にコンスタンティノス一世によってコンスタンティノポリスが解除されるとコンスタンティウス二世の統治下で遅くとも340年までにはコンスタンティノポリスにも元老院が置かれた。当初コンスタンティノポリスの元老院は ローマの元老院のような栄誉や法的特権を有していなかったが、359年にコンスタンティノポリスが属州都市から地方自治都市へと昇格されたことにより、コンスタンティノポリス元老院の権限も361年頃から段階的が引き上げられていった。コンスタンティノポリス元老院は最初から東ローマ皇帝の諮問機関として設立された。 東ローマ皇帝の不在時に東ローマ帝国を代表する役割や東ローマ皇帝が後継ぎを指名せずに指揮をした場合に後継者を指名する役割も果たした。コンスタンティノポリス元老院はローマの元老院と同じく元老院と呼ばれてはいるものの両者の間には違いもあった。ローマ元老院がローマ帝国の最高統治機関としてローマ皇帝からも独立しており、 東西の皇帝府とは対立的であったのに対し、コンスタンティノポリス元老院は常に東ローマ帝国の皇帝府と密接に結びつき、元老院議員でありながら東ローマ皇帝にも仕えているという人物も多かった。コンスタンティノポリス元老院で議員となったのは、ローマ元老院の場合と同じく主に都市三次会員層であった。これは、 支持基盤を必要としたコンスタンティウス2世が帝国東部を円滑に統治するため、伝統的勢力である都市三次会員層の支持を取り込み、恩恵を与える場が必要であったためでもある。当初、東ローマ皇帝には元老院、軍隊、市民の衰退によって、初めて定位の正当性を受けるという不分律があった。これは前日のローマ元老院の伝統を引き継いだためである。 しかし5世紀も半ばになると、コンスタンティノポリスでは、皇帝権は総主教によって正当化されるものとの認識が生まれ、これが古代ローマの伝統にとって変わった。6世紀に、ユスティニアヌス一世の絶対主義によって、政治の表舞台から遠ざけられたコンスタンティノポリス。元老院は7世紀のヘラクレオス王朝下で一時的に活力を取り戻すものの、その役割は、 次第に儀式的なもののみとなっていった。7世紀後半以降は、元老院議員身分の世襲が認められなくなり、一定以上の爵位を持つ高級官僚を、元老院議員と呼ぶようになり、元老院議員であることが組織された、当地体の一員であることを意味しなくなった。遅くとも850年代までには、コンスタンティノポリス元老院は、実体のない存在となっており、 皇帝レオオン六世は、もはや元老院は、言葉の上にしか残っていないとして、コンスタンティノポリス元老院の消滅を正式に宣言した。しかし、あくまでも名目的ながら、その滅亡まで、東ローマ帝国の制度の根幹に、元老院があるという認識は存続した。注釈出典。ありがとうございます。